三浦ちゃん化してる、北のキー、ポカポカ、出演でルックス激変指摘。相変わらず可愛いけど別人。女優の北のキー、32が27日放送の、ポカポカ、フジテレビ系にゲスト出演。ルックスの変化が指摘されている。同番組で来たのは、ゲーム機のジャンク品を買って動かないのを飾るみたいなのが好き。 ゲーム機を見ながらご飯を食べたり、と、独特な趣味についてトーク。共演者からは、マニアックな思考に、驚きの声が上がっていたが、ネット上では、北野のルックスの変化を指摘する声が相次いでいる。放送中、ネット上では、マジで顔どうした相変わらず可愛いけど別人、鼻違うような、鼻がどうしても気になる。どんどんぽっちゃりしていく。 全体の感じとか顔とか含めて本田美優を感じると、北野のルックスの変化を感じたという視聴者が続出。また、中には三浦ちゃん化してると三浦ー美アナウンサー36に似てきたという指摘もありました。ちなみに北野は前日26日に放送されたモニタリング TBS 系にも出演していたのですが、 その際にも同様の声が上がっていました。ただ、今の雰囲気も好き、今の感じも健康的でかつ可愛い、ぽっちゃり具合パーフェクトすぎると好意的に受け止める声も少なくありません。テレビシライター。